クセニア・バシリエブナ・クラシルニコワは、ロシアクラスノヤルスク出身の女性フィギュアスケート選手。2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権優勝。パートナーは、コンスタンチン・ベズマテルニフ。クラスノヤルスクに生まれ、5歳の頃にスケートを始めた。やがて、コンスタンチン・ベズマテルニフとペアを結成し、2004から2005年シーズンより、 ISU ジュニアグランプリに参戦。同シーズンには表彰台に上ることはなかったが、翌2005から2006年シーズンには JGP クロアチア杯と JGPSBC 杯でに大会連続2位となり、初出場の2006年世界ジュニア選手権では3位となった。2006から2007年シーズンには JGP リベレツで ISU ニアグランプリ初優勝を飾り、 JGP ファイナルではに二2度目の出場となった世界ジュニア選手権では2年連続の3位となる。また、ロシア選手権のジュニアクラスでは優勝を飾った。2007から2008年シーズンには JGP ファイナルで2シーズン連続のに世界ジュニア選手権では優勝を果たした。ABC 大会ではベラ・バザロは有利・ラリオのフグミが一位になったが、 後日、ラリオノフがドーピング違反で失格となり2位以下が繰り上がった。国際スケート連盟アンチドーピング委員会による決定繰り上がり後の公式順位2008年6月10日付バンクーバーオリンピック最終予選。国際スケート連盟主催、ありがとうございます。